ます。ありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。うーかめんなこしさん。ファイト。今日もファイトです。最後の押し投げ。そうね。みんな、投げ切ってください。しょうちゃんだるまありがとうございます。平八さんレインボースターありがとうございます。玉木さんハートありがとうございます。おはようございます。おはやしみんありがとうございます。おはようございます。里政さんペンライトありがとうございます。おはようございます。平八さんきのこありがとうございます。おはようございます。足投げ最後見納めですね。しっかりと目にこの星がたくさん飛ぶ光景を焼き付けたいと思います。こうにぎやかに星が飛ぶこともなくなってしまうんですね。ハートアブリカルビさんありがとうございます。取っておこう取っておくのね。取っておいたらなくならへん。気づいたらあれもう投げられへんかったよ。取っとくもらうこともないですしね。確かに。おはようございます。ありがとうございます。テロップ入れます。え、何入れよテロップ。さよならスターじゃない。さよなら星だよ。懐かしいですね。参集の仕方を勉強した日も懐かしいですね。今日もめっちゃ可愛いよ。ありがとうございます。青いボイさん尊い。ありがとうございます。今日もありがとう。お、初めてオートミール食べた。意外といけた。何で食べたんだろう。意外といけるよね。どうやって食べたんだろうか。そうなんや。オートミール切れてるのでよろしくね。買ってきてね。コーヒーはホットでアイスで。ホットで。はい。お、なぎさ最高に住みました。ありがとうございます。ツイッターにね会えたらたくさん見てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ぜひまだ見てない方は Twitter と TikTok 見てくれたら嬉しいです。つるちゃんさん、貴族は力なりさん、花束ありがとうございます。みょんさんレイブスターありがとうございます。星は今日の9時配信になります。18日当たれ、当たりますように待ってます。18日の公演に出るのでぜひお待ちしてます。伏見ロマンス公は26日です。ぶひやまぶひよさん、青だるまありがとうございます。ありがとうございます。ストリートピアノ最高。そうですか。ありがとうございます。推し集めるには他の子見なあかん。推し増しを覚悟そうなの。あ、見たら推し増しになるのねお、誕生日そうなんですね。おめでとうございます。もうすぐですね、ロマンスの日。あ、気づきましたか。棚豪華。そうなんですよ。ちょっと模様替えをしてですね、我が家。そうなんです、模様替えしました。なのでここにあったはずの棚も、スライムが貼り付いてた棚もなくなって、ここをね NNB のグッズの棚にしました。うん、朝はここで配信することが多いので、あの見た人がね、お NNB
のっかなかなって思ってもらえるようにグッズをたくさん並べました。特技おしゃつめ、まあ消すの寂しいから書いたままでいっちゃうかな。あ、ヒルヤル申し込みました。ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張ってね。ビギュアムビギュアさん、レイポストありがとうございます。お、そうなんだ。ブリトー、いいね。美味しいですよね、ブリトーも。作ったことあります、ブリトー。いいよね。うん。サラダラップみたいな感じ。ああ、オートミールね。そうそうそう、くるくる野菜とかチキンとか巻いて食べるの、うん、それを、うん、いや包んだらガレットみたいになります。同じだと思う。アンケンさん、クマありがとうございます。アンケンさんからクマありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。クマ、カツラさん、ハートありがとうございます。キュンです。スライムいるよ。え、いるいるいる。ほらいます。見えたかな。スライム倒して倒してないよ。お、焼いたパンにマーグリンと、いいねいいねいいね、美味しそう。お、今日お休みなんですね。ゆっくり休んでください。熱い。目玉焼きはパンにのせるの？うん、はい、ジジマールさん、キノコありがとうございます。今までイベントでたくさんの星投げありがとうございました。イベントや毎日の配信でたくさんの星投げと回収と捨て星とありがとうございました。最後のね、星投げイベントで、そう、最後のイベントで1位取れてよかったです。ありがとうございました。寂しくなるね。申し込みしてるよ、ありがとうございます。しょうちゃん、ハートありがとうございます。そうね、仲間増やしたいんですけど、増やしたいね、仲間。ドラクエグッズを増やしたいね。ショールームだとしのぎがなくなるなんてね。うん、ラスト、そう、本当だ、カウントもラストなんだ、うん、うわー、たくさん勉強した日々を思い返しますが、星投げの方法、例えば星だったのにね、まあ、種もありましたしね。おはねむー、ありがとう。おはねむー、明日やっぴー、ありがとうございます。しょうちゃん、きのこありがとうございます。危ない、しじまるさん、レインボースターありがとうございます。みょんさん、くまのやつ、つんちゃつんちゃありがとうございますね。残りたいね、のある世界線に。おお、おお、聞きました、今の音。何か気づきましたか皆さん。あ、スライムコップ買いました。お揃いですか。あ、あれかな、言ってくれたドラクエローソンでかな。いいね。ね、難しくないです。どんな感じなのかちょっと想像もつかないんですけど。9時から15時とそれ以降の時にもらってきて ね、ほんまや、カウントとかせねしとかねば。そうなのよ、カウントも最後なのよ。寂しいね。
ね、種もなくなっちゃうね。あ、ニュースコースターって書いてくれてる人いる。トースター変わった。そう、僕じいさんキノコありがとうございます。よしみんな何をぶつけたらいいのか。そうそう、はいどうぞ。お、でてれん、今日はエッグのせ、エッグハムのせ。お、焼き目も違う、縦じゃなくて網網になってる焼き目。そうなんですよ、おじいちゃんがたくさん使うので新しいトースターを買いました。音がちょっとなんか上品だったね。最後のカウントありがとうございます。へやっちゃん、レインボースターありがとうございます。お、持ってどうしよう、ここで全部投げました。そうなんですね、ありがとうございます。そう、ニューです、デイリー、そう、デイリーチャレンジになりますね。ハムエッグトースト、そう、しょうちゃんだるまありがとうございます。まああれでは自分でもらってきて自分で投げて盛り上がりポイントみたいなのが下に出るらしいよ。知ってる人、それを体感したらすぐ分かるかもね。あのフリーマットで配信してる人はどうなるんだろうね。おいしい。フリーも保証もなくなるんじゃないの。なくなるけど、大体の人がフリー枠の夜中に配信長時間やってる人とかって種とか、まあ保証もそうだけど、それでね、なんか長時間配信やるじゃない。中すく見てたらしょうちゃんはだるまありがとうございます。そう、おニューのトースターなの。おニューです、おニュー買ってきたのよ。しょうちゃんなるもありがとうございます。いい音してる。お、50カウントで趣味に完了、ありがとうございます。アンキーさん、カウントありがとう。なんだろう、トースター、トースちゃん、それどう、おう、あー、トースター、 C、 O、 S、 リアル、おにゅー、マックじいさんはありがとうございます。おいしい。4800円ですね。ね、盛り上がると気になるね。そう、レベルはなくなるのかな、あるのかな。うん、かな、ほらショールームの B5 とかするのってなくなるのかな。あ、どうなんだろうね。ほら今月のヨスミンとかどうなるんだろうね。まあ他の方もだけど、他のアプリさんみたいにわーって盛り上がってくると上に上がってくる。あとアバターとかどうやってもらうんだろうね。あ、それは一番問題になってるよね。あの作る方も姉たちはないけど、いってらっしゃい。七時さん、レインボースターありがとうございます。おいしい。青いボイスさん、ハートありがとうございます。食べてるところ、かわいい。ありがとうございます。視聴数を盛り上がりポイントは下ることはないらしい。視聴数プラスらしい。ジジマールさん、ラストフルありがとうございます。フルコース、わー、ラストフルありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。ラストフル、おはよう、おいしそうに食べてね。ありがとうございます。おはよう、しょうちゃん最後の50ありがとうございます。最後の50カウントありがとうございます。かわいいそう、ありがとうございます。54チありがとうございます。カウントありがとうございます。うん、出張頑張ってね。ねえ、マイナスの部分もありそうね。まあ、ゆっくり見えるけどね、集めてこなきゃっていう時があるから。うん。なんとなく配信してた人とかはやめちゃうかもね。飲んでないの何も。でも可愛いゆち。ありがとう。ゆち。ゆち。そう、今日でさよなら星投げなのよ。なくなってもカウントしちゃう人ね、音素癖でね、うん、癖でしちゃうかも。深夜っぽい、そうかな、まあ、朝っぽくはないけど深夜っぽいかな。うん、うん、ね、アバター、確かにアバターもピュンピュンしないんだね。あ、でも投げるときはピュンピュンするか。あ、 それはそうか。あれだね、時間が決め、他のねアプリさんも言ったけど時間で決めてもらってくるやつけど、決められたところにしか行かなくなっちゃうから、もう不特定多数の人にな見てもらって広げていきたいって。うん、でもさ、あれでしょ、ミッションを見なきゃミッションを達成しないんでしょ。まあそうやけど、最後のフルコース50、玉木さんからありがとうございます。フルコース、まあイベントには出てありがとうございます。フルと50ありがとうございます。最後のセットありがとうございます。朝から葵坊やさんだるまありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。そう、ロマンス堂っぽい喋り方そうかな。それならもう課金の額を決めてくれたらいいかも。しょうちゃんバラありがとうございます。1日2回にデイリーミッションを達成してゴールドがもらえるみたいです。それとはまた別にキラキラ星ももらえるらしい。詳しいね。調べた、調べました。それ何時から何時にもらえるんですか。ね、捨て星では早起きすることもなくなるので、そこはちょっといいかもしれませんが、
リンさん花束ありがとうございます。花束ありがとうございます。今度からヨシミが代わりにピョンピョンしますします。自分の配信の下になんかリンさん、黄色だるまありがとうございます。黄色だるまありがとうございます。黄色だるまありがとうございます。仕事で福井県、わーいいなー、行きたい。肥前、肥前、備前、超えるだよ、超える前、越前おろしそばと、越前おろしそばとおぼろ昆布おろおにぎり。おぼろ昆布おいしそうね。北陸ね、うん、リンさんだるまありがとうございます。だるま100個ありがとうございます。たまきさんだるまありがとうございます。まさとかみさんバラありがとうございます。ハートゲームのハートもありがとうございます。しょうちゃんだるまありがとうございます。見てください。頑張ろう勉強、私も分かんないから。アンケイさんキノコジャバジャダ、トナカイジャバジャダ、カンガルーありがとうございます。アンケイさんカンガルー、そうなんだ、そんな3つあるんだ、へえすごい。越前一中一後で北陸三県、すごい、そうなんだ。かっちゃさん風呂敷ありがとうございます。たまきさんハートありがとうございます。亀吉さんレインボースターありがとうございます。ね、捨て星に変わるものがデイリーミッションになるのかな、多分。コメントポイントはなくなる。うん。最後のフル完了ありがとうございます。亀吉さん亀吉さんフル最後のフルありがとうございます。ありがとうございます。最後にありがとうございます。お腹空いてきた、食べよう食べよう。
すいですよね、ショールームでこう素人さんとかのイベントで勝つのが。別にそのお金ね、お金使いたいっていう方も正直多いだろうしね、ファンの方が大変だ。切り替え時間3時なんだ。なんか謎にショールームって3時基準が多いですよね。シェイクうどんいいね。シェイクうどん食べよう食べようと思ってまだ食べれてないんだよね。おいしい。シェイクうどん食べたいの。シェイクうどん作っといたらいいんじゃない、自分でシェイクして。あ、なるほどね。青いボイスさん、ハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。マッコンさん、フルありがとうございます。セットありがとうございます。最後のフルコースありがとうございます。ありがとうございます。最後のフルありがとうございます。ショールームミュージミの毎日配信が続く限り、ショールームがどう変わっても視聴します。ありがとうございますありがとうございます。お、もう反省点出して、もう一枚いいね。何挟んだんだろう。やばい、マジ腹減ってきたよ。食べて、朝ごはん食べて。あー、体調気をつけます。ありがとう。羊さん、ハートありがとうございます。めっちゃ流行ってますよね。デコデコさん、ラストフルありがとうございます。ラストフルありがとうございます。山本さん、紫のありがとうございます。ありがとうございます。ネタバレしてる。え、羊さん、ハートありがとうございます。送ってきて。ああ、デコデコさん、ラストフルありがとうございます。ヘイヤチさん、ラストフル間に合った、ありがとうございます。ラストフルありがとう。フルコース、最後に朝からありがとうございます。うわー、美味しそう。ハルト、ハーブとトールケーズチーズ。平八さん、バラありがとうございます。これ食べれるよね、唐辛子。お弁当に入れとけ、めっちゃ美味しい。うん、ん、もう売れたの、アップデートしたら。そうなの。ニミさん、レインボースありがとうございます。美味しいよ、オリンジ。
マッコさんだるまありがとうございます。カツさんハートありがとうございます。あ、そっか、スコツールもなくなっちゃうんだ。ほんとだ、スコツールも全然使えなくなっちゃうんだ。羊さん、キノコありがとうございます。お、18日会えますように。シャイシャン待ってます。お、ミンカツいいね、ミンカツいいね、冷蔵庫いいね。では終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。32分で1900人、ありがとうございます。ありがとうございます。あの星が飛んでるところも少し撮ってたらいいのかな。あの、もうみんな星投げ切っちゃったかも。うん、今日も良き日になりますように。皆さんも良い一日をお過ごしください。スクショ撮ると固まっちゃうんだよね。星のつもり。撮れました。撮れました？はい。寝ぼけた顔で撮れました。ね、ワルタピーポーみたいになってました。あー、じゃ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 。天神姫にもありますよね、こうやってする振り付け。なんだっけ、2年のとこ、日は過ぎてのとこ。2年ってしてる。もろ2年みたいな。じゃあ終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。次の配信は明日になりますので、よろしくお願いします。準備します。13位、カメキチさんありがとうございます。12位、カッチャさんありがとうございます。11位、羊さんありがとうございます。10位、アオイボーイさんありがとうございます。9位、ブヒヤマブヒヨさんありがとうございます。8位、ヤマトシさんありがとうございます。7位、ミョンさんありがとうございます。6位、リンさんありがとうございます。5位、ショウちゃんありがとうございます。4位、平八さんありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルルン、アンケンさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ン、たまきーさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン。なんかちょっと弱くない？チンが勢いがさ弱い気がする。しじまるさんでした。イエーイ、おー、9、ありがとうございます。朝からありがとうございました。2185人の皆さん、ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。 Twitter と TikTok のフォローよろしくお願いします。あとね、7人でショールームのフォロワーさんが4000人なんですよ。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。もうすぐで4000人なので
では行ってきたいと思います。学校へ、今日も学校頑張ります。みんなも頑張りましょう。ありがとうございました。お、あと5人、あと5人ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。ね、良い一日をお過ごしください。それでは次の配信も来てくれるかな。それではまたね、ありがとうございました。おはよう。